ドコモプライムシリーズイマ回 -01C は富士通によって開発された NTT ドコモの第三世代移動通信システム端末である。ドコモプライムシリーズの端末2009年当初モデルのイマ回 -01B の後継機種でハイスペック防水といったコンセプトを継承したモデルである。デザインはイマ回 -01B の先端部を中心に丸みを 帯びた形状から直線を基調とした長方形かつ角張った形状になっている。厚さも解マイナス 0HB の再圧部20。ディスプレイ側のフレームは解マイナス 0HB の特徴だった。光沢部と樹脂部が端末根元側から斜めに区切られたアクセントを含むツートンデザインから一変し、表面加工されミラーパネルとなった。中央部には 回 -01B と同様に1.4インチのサブディスプレイが搭載。その周囲には LED が埋め込まれ着信や端末の操作によって7色に光る。また、キーボードもレインボーキーイルミという名称が与えられ、点灯パターンが回 -01B の23パターンから温度、湿度連動を含むた50パターンとなった。さらに、同社の携帯サイトである、 会計対応演談から、イルミパターンをダウンロードすることで追加可能。なお、キーボードイルミの点灯は、ブラックマゼンタゴールドは、文字、テルミツは、ホワイトは、メンテルミツとなり、ミラーパネルではないホワイトだけが、他の3色と異なる様相となっている。防水機能は、IPX5、IPX8 の性能を有しており、風呂場などで、ワンセグの視聴などもできるようになっている。 防塵機能は IP5X の性能は有しており、アウトドアユースでの利用もできるようになっている。タッチパネルは応答性、追従性の大幅向上により、より直感的な操作が可能となった。これにより、タッチパネル自体の特徴をアピールする目的として、激破やタッチパネルなる相性が付けられている。高性能手書き文字認識エンジンの搭載により、 漢字や絵文字もタッチパネルから手書き入力ができるほか、自動学習機能や入力予測機能にも対応しており、スピーディーな文字入力が可能である。これらにより、ほとんどの操作を、テンキーを使わずタッチパネルだけでできるようになり、二軸品ジ機構によりタッチパネル側にできてしまう。そのため折りたたんだままで操作できる。万画素カメラには、CMOS センサーに、 ソニー製の X マー4モービルを新たに採用。ス -A3B から継続採用されている高性能画像処理エンジン、ミルビューとモバイルとの相乗効果で微妙な質感やディテールまで再現する。またカメラ機能ではシャッターを押している真中連車ができ、あらかじめ挿入されたマイクロ SD カード。 マイクロ SDHC カードのメモリ容量いっぱいまで連写させることができる無限電車モードや最短0.5秒の高速起動、撮影間隔最短1.0秒で記録できるクイック撮影モードも搭載する。また、ディスプレイは時計回り180度まで、半時計回り90度までの計270度の回転が可能で、どんなアングルからでも最適な姿勢で撮影を行うことができる。 動画撮影に関しても、最短約1.1秒で高速起動ができ、フルハイビジョンでの撮影が可能。また、動く、被写体を追いかけ、ピントを合わせ続ける、タッチミーフォーカスや撮りたい人のピントを優先的に調整する、顔優先 AF& サーチミーフォーカスといった、静止画の機能を動画でも利用することができる。その他、 一眼レフカメラのように背景をぼかして雰囲気のある写真を撮影できるぼかし強調モードや撮影した人物の顔を美しくアレンジできるビューティーエフェクトを搭載したほか ISO25600 の高感度撮影モードや約1メートルの広範囲を明るく撮影できる高輝度 LED の広角フラッシュを備えている。ワンセグ機能はその当時 富士通東芝モバイルコミュニケーションズが発足したことに伴い合弁相手の東芝の液晶テレビレグザの技術が反映されている HDMI マイクロプラグに対応した HDMI ケーブルを使いハイビジョンテレビに接続させることで回マイナスレ HC で撮影したハイビジョンムービーや写真を直接表示させたり i モード i モーションフルブラウザ pdf ドキュメントビューアーなどをテレビに表示させることができる Wi-Fi 通信機能を搭載している無線 LAN 搭載のパソコンやゲーム機などの Wi-Fi 対応機器からワイヤレスでネット接続できるアクセスポイントモードや無線 LAN アクセスポイントに接続すれば高速通信でフルブラウザ閲覧が可能なクライアントモードに加え無線 LAN 対応のキャノン エプソン製プリンターを利用して撮った写真をワイヤレスでプリントが可能。また登録済みの電話帳からのアテナ印刷にも対応しており、写真付きの年賀状なども作成できる。Wi-Fi でのネットブラウズは先に記載した通り、フルブラウザ閲覧のみとなり、ホームユー戯対応ということもあり、i モードウェブ閲覧、i ア,アプリの通信利用は不可能となっている。かざすだけで、 店舗情報をアイコンで表示する AR 対応ロケーションレーダーを搭載各種サービスとの連携により飲食店を検索することもできるまたマナーサポート機能も備えており乗車中に電話やメールに着信するとマナーモードやメール自動返信の設定切り替えを促してくれるほかマナーモードメール自動返信の設定頻度が高い場所を自動認識し 設定切り替えを促してくれるだけでなく、登録をすると、次回からは、自動で、マナー設定に切り替えてくれる。健康機能も充実しており、同社の楽楽本棚で採用されている、高橋直子のウォーキング、ランニングクリニックを備えるほか、携帯電話では、初めてのチャ証ンも取得している。アイコンシェルにおいて、待ち受けランチャーや、セレクトメニュー、 待ち受けランチャーと通知領域以外でこのアイコンが表示されるのは後にも先にも本機のみであり、他メーカーの機種は、愚か解 -01B や解 -09C、解09 -02D 等、他の富士通生端末ですら搭載されていない。街キャラを設定した状態で、フォーカスモードを起動してこのアイコンを選択すると、以下のように待ちキャラが話しかけるように文字が表示される。 このアイコンは2011年2月28日のソフトウェアアップデートでユーザーが任意で表示、非表示を設定できるよう改善された。アップデート適用後にメニュー8120で設定できる。2010年12月15日から2011年4月12日までの間、回マイナス 01C をベースに好みのデザインに変更できるマイセレクトモデルの発売がなされた。 ドコモオンラインショップでデザインを選び、工場で組み立てられた後、後日自宅に届くといったものであり、アクセサリーパーツ、フロントパネル、キーシート、着せ替えツールなどのパーツを選択することができ、自分好みの端末にすることができた。以下のアプリケーションが購入時にプリインストールされているが、すべてのコンテンツを利用するにはあらかじめアップデートが必要で、コンテンツによっては、 外部メモリーを用意する必要がある。上記のアプリのほか d マーケットなどから様々なアプリケーションのダウンロードが可能となる。2010年12月9日に以下の不具合の修正がソフトウェアアップデートによって行われた。2011年2月28日に以下の不具合の修正がソフトウェアアップデートによって行われた。2011年4月14日に 以下の不具合の修正がソフトウェアアップデートによって行われた。富士通製と富士通東芝製のレグザフォームは前者が T-01D と T-02D で後者が T-01C。いずれも T を関しているがドコモでは全て富士通製扱い。受信時 7.2Mbps。送信時 5.7Mbps。 ハット ABO と GPS 対応ディスプレイを回転することでメインカメラを利用して自画像の送信が可能。ありがとうございます。